鍋でしゃぶしゃぶ、はい、岡山からはですねぶりのしゃぶしゃぶをご紹介します。幸せの湯気が出てますよ。いいですよね、うん、岡山市北区のごちききは落ち着いた雰囲気の中で季節感あふれる料理がたっぷり楽しめるお店です。旬のぶりと、寒くなったら恋しくなる鍋、両方とも味わえるこのぶりしゃぶの鍋はとても美味しいと思います。はい、このぶりしゃぶに使うのは旬を迎えた天然の寒ぶり。もうこのワードだけで食べたくなります。張りのある身とたっぷりの脂が特徴です。お野菜の中にキニラも入ってますんで巻いて食べていただけるような厚さで切ってます。はい、寒ぶりの美味しさがしっかり味わえるしゃぶしゃぶ鍋です。脂の乗った寒ぶりを熱々の昆布だしで軽くしゃぶしゃぶ、うん、こんな感じで表面が少し白くなれば食べ頃です、ね、しゃぶしゃぶ幸せな時間ですね。そうなんですよ。でそこにですねこうやってキニラを巻いて自家製のポン酢でいただきます。巻いて食べるんですね。最高です。寒ぶりはですね脂たっぷりにもかかわらず身は締まっていてプリンプリンで熱を入れることで風味もアップするそうですよ。キニラはきっとシャキシャキですよね。いいですね。相性もすごくいいですしブリの脂とキニラがマッチしてさっぱりと食べれると思います。はい、さらにですね締めではブリと野菜の旨味がたっぷり詰まった雑炊が味わえますよ。こちらもキニラ合いますよね。いい出汁が出てそうですよね、うん、こちらのブリのしゃぶしゃぶは予約が必要です。旬の寒ブリで季節を感じてみてはいかがでしょうか。さあ続いては香川から。今の季節鍋で煮込んだ熱々のうどん食べたくなりませんか、うん、なります。ですよね、はい、高松市三谷町の六平うどんは味噌煮込みうどんが看板メニューのお店です。珍しいんじゃないですか、ね、名古屋で讃岐うどんをしてで向こうでは味噌煮込みがなかったらなかなか生涯投げてたという話で向こうで覚えて向こうからこっちに帰った時に向こうのもこっちでしょうと思って。そうなんですよ。こちらのお店の味噌煮込みうどんは本場仕込みなんです。だし汁はいりこベースのかけうどんのだし汁に八丁味噌を溶かしています。そしてトッピングは9種類のメニューの中から選ぶことができますよ。迷っちゃいますね、うん、うちの奥さんがあっちゃこっちゃでいろいろ考えて今現在いろいろやってます、はい、こちらはですねエビの天ぷらと餅をトッピングした味噌煮込みうどんです。ちょっと贅沢な、ね、一品ですよ ね, ねさらにですねこのうどんに香川県産の小麦粉を使っていることも平石さんのこだわりなんだそうです。あうどんと餅と、ね、たっぷりとボリュームもありそう。名古屋の八丁味噌と香川県の讃岐のイメージのコラボがいいんだろうと思って、それはまあ自信持ってやってます。はい、味噌煮込みうどんはですね、ご飯と一緒に注文することもできるんです。つまりうどんを食べた後は、はい、雑炊も楽しめます。またね味噌ですから、もちろんお米には合いますよね。はい、名古屋と香川の名物がコラボした一品、寒い冬にぴったりです。